私たちカメリアスの4人は今高校2年生ですが、震災が起こった時小学校5年生でした。その際にたくさんの支援をいただきました。その方々にありがとうの気持ちを伝えるため、また歌声で皆さんに元気を与え続けるために精一杯歌いました。では聴いてください。 CD ラブ大船渡に収録されています。私たちカメリアスが歌ったありがとう FM ネマラインのテーマです。どうぞ。ありがとう、感謝の気持ち伝えたい。ありがとう。皆さんこんにちは、リスタケ線です。で今日のリスタケ線はラブ大船渡と言いましたよね。その3番に入っていますありがとう FM ネマラインのテーマを歌っています。コース2をスタジオにお招きしています。カメリアスという女の子3人のグループです。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと無理くり感があります。よろしくお願いします。じゃあまず自己紹介からお願いします。はい、カメリアスの真中です。今回このレコーディングで、結構初めてなところもあったんですけど、好きなアーティストですよ。大丈夫だよ、自己紹介。好きなアーティストはカナブーンです。よろしくお願いします。はい、お願いします。カメリアスのアンジュです。好きなアーティストはギンナンボーイズです。よろしくお願いします。はい、お願いします。カメリアスのレイカです。好きなアーティストは、みんなとはちょっとジャンルが違って大原さくら子ちゃんです。よろしくお願いします。いはい、カメリアスのサナです。好きなアーティストは、好きなアーティストは、いっぱいいるんですけど、その中でもレビダンっていうグループなんですけど、ちょっと全体的に推してます。はい、マニアック。はい、イエイ。よろしくお願いします。お願いします。みんな何歳ですか？同い年だったかな。高校2年生。高校2年生の16、17です。16、17。青春だね。うん、私のセリフを取らないで。本当に青春ですよ。みんな好きな人、彼氏はいないんですか？あ、佐藤です。真中もいないです。いないです。いないです。うん。じゃあ、そこはね、あれして聞かないでも。はい、わかりました。グループ名、カメリアスっていう名前なんですけど、どういう風に決めたのかな。はい、カメリアスは、地元の人たちで、特に大船渡の方々にこう愛されたいのためにっていうので、椿のカメリアと、あとは海のリアス式海岸のリアスを、カメリアとリアスをこう合体させたカメリアスっていうグループになりました。はい、素晴らしいですね。で、今回このレコーディングのお話があった時はどうして応募しようと思いましたか？名前を言ってからじゃあ。です。はい、私は元々夢が歌手なんですけど、あんまり地元にいるとチャンスがないなっていう風に感じてて、それでマネマラインを聞いてて、あと東海新報さんの方でも、この応募していますっていう広告を見て、あ、もうこれはやるしかないと思って応募しました。はい。じゃあ実際にこうレコーディングした時のことを聞いていくんですけど、実は私も少しだけ見学させていただいて、すごい静かなところで撮るんだよね。音はもう重くてね、ボーンみたいな。みんな難しかったところとか、ここ頑張ったよとか、レコーディングの感想をお願いします。真中です。レコーディングとかそういうことを本当に初めてで、何もわからない状態でからのスタートだったので、緊張はもちろんそうだし、どういうふうにこうやっていったらいいのかっていう不安が結構ありました。楽しかったですか？楽しかったです。アンジュです。
私も初めての経験だったんですが、なんだろう、一人一人歌声には癖があると思うんですけど、うん、それを聞いてくださる方々に聞きやすい形で伝えるっていうのをすごく頑張りました。レイカです。私はとにかく、そのレコーディングの前の練習の段階からマイクを持った時点ですごく楽しくて仕方がなくて、あのレコーディング中はちょっと自分の頭の中で妄想してたんですけど、あ、歌手になったらこんな感じなのかなっていう気持ちのワクワク感がすごく強かったです。はい、サナです。私も同じで結構何もわからないまま初めてだったので、うん、あたふたしながらめっちゃ不安だらけだったんですけど、あと歌がありがとうっていう題名で、うん、こう感謝の気持ちを伝えるっていうのがあったので、こう明るめというか結構そういう声質の方がいいかなと思うんですけど、自分声が低くて落ち着いてるね声が低くてトーンがちょっと低めなので、その曲のトーンに合わせるっていうのはちょっと難しかったです。はい、わかりました。でみんな完成度というかレコーディング終わってみて CD 聴いてみて何点ぐらいですか？何点？200点で150でしょ。150、200、250、いやもう500ぐらい何点までか上がるそうですね。それほど結構ね振り切るぐらいいい完成度だったよと。満足しても楽しかったですかみんな？はい、はい、そうです。そしてプロデュース元気箱活動っていうのがあるんですけど、元気箱についてお話をしてくれるということで、はい、実は私のいた中学校を、元気箱活動でひろむさんが3年間支援してくださって、はい、でこのひろむさんが作った歌を私がこう歌わせていただけるとは、はい、正直思ってなくてすごくびっくりしたんですけど、うん、今度はこの元気箱活動で私がその一員となってこのありがとうという歌を歌って、全国の皆さんに感謝の気持ちと元気を届けていきたいなと思っています。うん、はい、わかりました。ということは今後の活動についてちょっと聞きたいんですけど、ライブとかでじゃあどうかな。ぜひぜひ呼んでいただきたい。全国で各地で勉強の前、まあ、いいかいいですねシーグレット高校生だから勉強音楽活動ということでカメリアスのみんなね頑張ってほしいと思います。ではみんなが歌っているありがとう FM ネマラインのテーマが収録されたラブ大船と CD はどこに行ったら買えるんでしょうか？はい、竹野文具さんの方が販売窓口となっていまして、はい、大船渡市内では、ブックボーイさん、サンリア、お魚センターと、うん、ご石のレストハウスの方でもお買い求めいただけます。後々、小さなお店でも、手軽にこう買っていただけるように、頑張っていきたいと思います。はい、わかりました。でお問い合わせとか竹野文具さんでですね、はい、わかりました。今日はですね短い時間ではありましたが、ラブ大船と3曲目に収録されているありがとう FM ネバーラインのテーマを歌っているカメリアスのみんなにお話を聞いてきました。今日はありがとうございました。ありがとうございました。では最後にみんなからタイトルコールをいただいて、私たちカメリアスの4人は今高校2年生ですが、震災が起こった時小学校5年生でした。その際にたくさんの支援をいただきました。その方々にありがとうの気持ちを伝えるため、また歌声で皆さんに元気を与え続けるために精一杯歌いました。では聴いてください。 CD ラブ大船渡に収録されています。私たちカメリアスが歌ったありがとう FM ネマラインのテーマです。どうぞ。あ、ね、噛んだよ大丈夫だよ大丈夫大丈夫やばい、うん、受ければいい、取り直したければいい、多分大丈夫素人感がいて、うん
こんにちは。とりあえずこの大船渡市役所っていうのがね、どこにしよっか。ラブオーゴラトって叫んでほしいんです。いいですか、いきますよ。3、2、1。ラブオーゴラト全然揃ってない、まあいいや。はい、ラブ大船渡、ありがとうございます。 CD ラブ大船渡に収録されている私たちが歌った平面でマラインテーマソング、ありがとう。ぜひ聴いてね。